前から買っててなかなか使う機会がなかったというか、火使わなきゃいけないんで、あんまり私火使うの好きじゃないというか、空気が悪くなるから。でこの2つお灸です。まだお灸をしたことがなくて、温灸ですね。暑いのかなちょっと怖いんですけど、やけどしないように注意して使ってみようと思います。これはと8種類かなあったうちの、まあ肩が凝ってるらしいので自覚症状ないんですが、肩凝ってるので肩こり用のと、足むくみとかですかね、足の疲れを取るであろうお灸を買ってみました。初めての人でも使いやすいだろうと、なんか名前が初めての温灸なので、中に説明書があるそうなのでちょっと開けてみますね。いきなり注意事項で、火のついてる方を下向きにしないでください。確かに、ね、火上に上がってくからやけどしちゃいますよね。なんか注意事項がいっぱいあって怖いですね。これは調熱シート必ずご使用ください。あ、なんかこれなんだろうね、薄い、あんま厚みがないので大丈夫かな。お灸に熱刺激はなくてはならないもので、やけどや水ぶくれを 100% 防ぐこと、なんでやだ、どうしよう。でもね、怖いもの見たさみたいな。あ、このお灸オイルが染み込んでるんだ。あ、そうだね、アロマ書いてありましたから、ローズマリー、肩用はローズマリー、もぐさ、よもぎの、よもぎ蒸しってありますからね。で、大豆、ローズマリーは体のリズムを整えてくれる。方法、台紙から剥がして中突っ込んで火つけます。ツボにあります。ツボどこにあるんだろう。ゆっくりと5分ほど待ちます。煙が止まっても熱はじんわり伝わります。台座が冷めたら外して水につけてジュッてやると。黄色くなったらももさんの闇だから、焦げた、肌が焦げたわけじゃないっていうことかな。暑くても我慢したらいい、毎日してもいいか、週に 2,3 回同じツボをしてもいいというか、ツボがどこにあるかわかんない、書いてあるのかな。よいしょ、ちょっとツボの位置とかがない、あ、書いてありますね、おすすめの。肩こりはここのあたり、真ん中で、肘曲げた時、腕はもう使えてないな、ここか、どうだろう、肩かな、やっぱし、ちょっと怖いけどやってみます。なんかね、こういう容器に入って6個入りで、すでに台座が分厚いのがあるなんかね、さっきから突然しゃっくりが止まんなくなっちゃったの。台座ってこれ穴開けんのかなしゃっくりが止まんない。あー、外シール、シールしゃっくりが止まんない。あ、厚さ、台座使わない、シート使わないと熱い、シート、あ、穴開けないバ穴開けないバージョンだと厚さが1、初めての方、私これこの1、星1からやる。で、真ん中穴開けた場合はちょっと厚くなるみたい。まずこれからだよね、怖いもんね。じゃあちょっとしゃっくりが止まんない、大丈夫、こんなしゃっくり止まんないように、呼吸とかしちゃって、あ、目の跡がね、ちょっと、あ、これネバネバしてんだ。うん、じゃあ火つけてみようかな。このため用に購入しました。
かライター使わないからあんま使い方が分かんないんですよね。あれこれ何しゃっくり止まんないよこれ。あれこういうこと、ここ押すの、ここえどうやんのかな、ここ押すんだよね。ひっつきた、えいいのこれで。プラスとマイナス真ん中くらいでいいのかな。こうしゃっくり止まんないよ。もっとキュッてんの、こんな硬かったのライターって。えよいしょ、だ全然ひっつかないよ。危なくないこれ。えダメだ、硬い、あーいもうダメ。火つけませんので補給できませんでした。子供の事故を防ぐため着火ボタンを重くしております。重すぎだよ、大人ができないじゃん。ちょっと子供の事故を防ぐ、大人もできない硬さ、ありえんわこんな硬さ。子供の事故を防ぐ、臭い臭い、何これ、怖い、ライター使えない。となんかこれもシールになってるみたいで、よいしょ、シールになってるみたいで、これね、これを、ああしゃっくり止まんないよ。ここにペタってやるのかな、ペタってやって、はい、でこれも2段階方式こんな感じで、はい、こんな感じできました。くさ、こんな感じ、指熱くなるかも。じゃあちょっと肩にやってみますね。なんかね、怖くてつけらんないんですけど、肩かな、このあたり、うわ煙い、やだ怖い、ここ、もうちょっとここ、このあたり、こんな感じ、やだ、やけどするよね。いた、いた、あった、ありました、怖い怖い、あったかくなってきた、大丈夫かな、大丈夫かな、あーこんな感じ、なんか煙、あのね、粉が落ちちゃいそうじゃない、肺がポキッてポキッてって肩いったらどうしよう、やだ怖い怖い怖い、なんか全然嬉しくないし気持ちいいとかもないよね。あったかい感じはありました。じゃ全部燃え尽きたかな、燃え尽きたかも、やだよ怖いよね。ちょっと見える見える、あ、あったかい、恐ろしい、これやっぱプロにやってもらわないと怖い。でこれ肩が凝ったの治ったかなんて分かんないよね。っていうか煙い、火災報知器が鳴りそう、本気で、ああ熱がゆい熱がゆいかな、私だってこの1段階の熱さ星1っていうのが限界だと思う。肩凝ったの治ったかどうかとか分かんない、分かんないっていうか、もうダメだもうダメだ、なんかさあ、だってほら粉、何何粉なんて言うんだっけ、この灰、あ、熱い、何これ、熱くなってんじゃん、熱いよこれ、うわ熱い、ちょっと待って、指先は熱いけどもう肩は我慢できてる、そんなもんなの。あとね、この上の台紙が熱くって、下のこれはあんま熱くないかな、台紙、あー何これ、ちょっと燃えそうじゃない、やだよね。
だ、取る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 、どうやって取ったらいいの、怖いよ怖いよ、あっちあっち、熱いじゃん、取れないやつ、下の一番下の台紙は肌についたまま上のが簡単に取れちゃって、こんなんで大丈夫なのかな、裏側どうなってんだろうね、あー一応裏側まで焦げてる感じで、熱はまだずっと伝わってるかな、いやーなんかこの恐ろしくて無理だわ、お給私。慣れてきたので2個目いきました。髪の毛がさっき焦げついてしまって、髪の毛が燃えました、危ないっすよね、よいしょ、ここね寝違えて痛いんで、これもう終わったかな、背中の方凝ってるらしい、あっち、うん、これ髪の毛が燃えるとこんな感じになるみたいですね、髪の毛ですよこれ、なんかふわふわの周りのこれ髪の毛、遅れ毛が燃えました、もうなんかどこがツボか分かんなかったんで、とりあえずツボらしきところ全部やってみました、見えるかな、煙が上がってますけどね、肩っていうか寝違えちゃったんですよね、うん、呼吸を抑える、だんだん暑くない、あったかくなって気持ちよくなってきたかも、ちなみにこれは虫刺されです、気にしない気にしない、撫で方なんだね、これ鎖骨だから、リンパリンパキュッキュッキュー、リンパのとこに寄っちゃダメよ、なんて言うんだっけ、ツボでね、ツボの位置わかんないから、とりあえず連打したって感じいいのかなこれ、ツボはどこ、なんかね、こことここの真ん中のちょっと後ろあたりらしいんだけど、とにかく痛いとこ全部に、いいのかな、こんなんだから